はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。今回は日本シリーズですね。対戦相手は中日で、あれなんかあるこれもしや誕生日、彼女の誕生日ですってさ。これ超重要な時期じゃん。日本シリーズの何戦目 ?1,2,3,4,5,6 戦目の時にさ、彼女の誕生日なんて祝ってる暇ないよ。めっちゃ大事な時期だよね。だって6戦目って、まあでもね、それより前に決めればいいのか。4盾をしていけば何ら問題ないんで、じゃあ4盾を目指していきましょう。そう、あとパワーが確かね、もう結構上がってきてたと思うんすよね。そうっすね、もう52になってるんで、これはじゃあ上からいきますか。次は肩を上げましょう。で、練習はしないんで、愛知何かあったかな。特にって言った感じだな。カーディーラー、車も欲しいんだけどね、ここレベル1だからな。てか愛知で車買って千葉県に持っていくって大変だね。ま、やることはないので読書でもしましょうか。相手が取りやすい送球と。お、読書レベルが C に上がった。さあ第1戦目、わざわざ千葉から来てくれたのか。てか鳥羽さんのやる気がない。あ、そうだ、俺なぜか打順が7番になってたんだ。で、先発はハルフォード。まあでも鳥羽さん以外のやる気はいい感じですね。よし、ここはちょっとみんなで鳥羽さんをフォローしていきましょう。初戦からやる気がないってどういう感じなんだろうねもう燃え尽きちゃったのかな、クライマックスシリーズで。クライマックスシリーズを勝ち抜いた両チーム、今日から日本一をかけ激突です。いや、今日から激突するんだけど、鳥羽さんはもう燃え尽きちゃいましたよ。1対1か。相手投手は川田。お、これはスライダー、ちょっと芯がずれたかな。まあでも長打、ワンアウトの2塁なんで。あ、そうか、でも俺7番だからね。8番が、おお、続いてくれたね。リードで迎える3回です。松浦さんはキャッチャーだよね。結構ね、打力が強いキャッチャーなんですよね。あ、このスライダーもちょっと狙い目ではあったけど、これは1球外してきましたね。これも外れてるっしょ。よしよし、ここはよく選びました。カウント2ボール2ストライクです。これだ、いったー、いったー、いった、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、宇宙間スタンドに。これで5対1。おお、でも4点取られてる。今日2打点を挙げています。ピッチャーが変わってんな。初球打った、伸びた、伸びていった。うお、フェンスでかいね、ここ。あ、走れないか今の。おい、疲れた桑島、なんか瞳がいい感じだな。この高めのストレートを逃したのがちょっと、あ、でも入ってくる。あ、でも高速スライダーか。ライトフライ、飛距離は出ていません。打たされてしまった。これでツーアウト。やばい、誕生日まではちょっと伸ばしたくない。これからマリーンズの攻撃に入ります。私と野球どっちが大事なのなんて言われたらたまったもんじゃないからな。でも野球選手の奥さんはさ、そういうの分かってて結婚すると思うからね、そんなこと言ってこないと思うんだよね、さすがに。よし、制した。いやー、初戦からなかなか辛い戦いだったな。奥井がいる。おお、なんだかんだで4安打か。そうだよ、なんで打順下げたのかちょっと監督に聞いてみようか、電話して。なんで俺打順7番なんすかって。じゃあ電話しよう本当にそれでいいのかって感じだけどね。打順を変更したい。打順を変えたいのか、何か希望あるのか。なんか1番だとまた断られそうだから2番にしとこう。いいよ、よし、2番で起用してこうって。ほんとかよ。じゃあ2戦目。おお、2番に戻ってるてか7番に下げられた理由がわからん代わりに鳥羽さんが7番になってる。調子悪かったからね
鳥羽、お前はちょっとやる気がないから7番だって。ミカミックスが2番に石我慢してきたから、お前は7番に下がってもらうぞって。ちょっとかわいそうなことをしてしまったな。絶対鳥羽さんの方が能力的には高いからね。ただ俺はね、能力の割にはやる男だから。第9。スクだ。投げました。スクリューはストライク。第2球。投げました。スクリューはボール。なかなかいい球だね。カウント1ボール1ストライク。第3球。低め、ボール。カウントは2ボール1ストライク。際どいところを攻めてきますね。投げました。これだ。よし。もうこういう高めのストレートを逃さず打つ。あ、2者連続なの。あれ1番誰、坂本だっけ。ちょっと気になる。スコアかな。あ、坂本打ったんだ。2者連続って結構答えるよね、ピッチャー的に。やっぱり、いや、ピッチャーの気持ちとかわかんないけどさ、わかんないけど、やっぱり精神的なものは来ると思うんですよね。これは入ってくる？そうか、あるか。さあ次の投球。投げた。もうカウントワンボール。スローカーブはね、結構曲がるからね。3球目。変化量的に。決まってストライク。チェンジアップ。第4球を投げた。打ちました。よーし。ちょっとギリギリだったか。なんだかんだで8点か。お、また桑島くんが出てるね。低め際どいボール。第2球投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました。完全に外れたボール。完全なボール。警戒してるね。カウントは3ボールノーストライク。しかしこのあれフォアボールか。すげえな、めっちゃ点取ってんな半沢。ちょっと怖いなこの人顔が。おりゃ。初球引っ張った。ファール。第2球。威圧してくるね顔で。投げました。これはいい当たりだ。いった。しかしそんなもの俺には関係ない。入った入ったホームラン。マリーンズリードで迎える9回。横浜出るたびにピッチャーが変わってんな。大変だな中日も。こんなに投手を消耗させられて。まだ2戦目だよだって。これも中日ファン悲しいだろうね。こんなホーム戦でさ、こんなボコボコに打たれて、でしかも2戦も取られるっていう。もう絶対何人かはさ、もう千葉なんて行ってらんねえよって。勝ったら千葉行こうって思ってた人絶対いるよね。でも負けたから行かないみたいな。今日が移動日で、いやー自宅はやっぱり落ち着くね。じゃあどうしようかな。お出かけして車を買おう。こんな時に車買うのかっていう話だけど、当店の車なら全て乗りこなせますので安心してお買い求めください。なんだっけ、高級車が乗れるようになったんだっけ。ガレージ1個空きあるしね。あれ、これあれだな、もう一回ちょっと購入じゃなくて入荷してもらわないとダメか。おやおや、ほらね、お客様なかなかのドライブの腕をお持ちですね。うん、満足できない。だから今日はそのまま帰るんだ。頼んだよ君、また来るからな。てかさ、後ろの背景にあったのって結構高級そうな車だったよね。さて入荷したかね。てかさ、こんな早く入荷すんの。そんな早く入荷できんのかな。どこだ、カーディーラ。また来たぞ。高級外車ぐらいまでどんな車でも乗りこなせると。てか最高級の車って何なんだろう。まちょっと品揃えを見てみようか。スポーツカーってまともとあったっけ。500万円、高級外車1000万円。めっちゃいいやつ感あんな。じゃあ高級外車でも買いますか。色的になんかどれも一緒な感じがするんだけど。高級外国車でさ、もうちょっと明るい色とかないのかね。俺そういう色の方がいいんだけど。ほらスポーツカーみたいにさ、こういうさ、ちょっと暗い感じの色じゃなくて。めっちゃいいやつしてるよね。まあいいや、黒で。
でもあのカーディーラーもすごいよね。入荷して即販売だから。おい、お前よく売ったなーって。でもめっちゃ仕入れてたからね、さすがに4台とかは買わないからね。今日は危険な男デリンジャーか。相手は方だ。ちょっとわからないな。てか中日のピッチャー全然わかんないからね。そもそもこの先発陣は今の先発陣と同じ人なのかすらわからないっていう。9年も経てばね、だいぶ入れ替わってますからね。おっ、やられてる。こういうの逃さず打つ。おお、ちょっとデリンジャーがめっちゃ打たれてんな。今日はもう変わった可能性もあるし、これで鳥羽さんは帰ってこれるでしょう。何点差？1点差か。ここで続いてくれれば頼むぞ。全然ダメだったな。この回は上位打線から始まります。今日3打点を挙げています。おお、バッターよく見ました。第2球投げた、危ない球、入ってこないね。投げた、チャンスは自分で作るんだ。しました。よーし、これで同点。そして勝ちは自分の力でもぎ取る。ダメだ、スプリットは打てないよ。自分の力でもぎ取るんだ。よしよしよし、なんとか耐えてくれたな。デリンジャー7回4点もな。ちょっと今日のヒーローとはね、言い難いと思うんだよね。これ立ち上がりがめちゃくちゃ悪かったからな。ご覧いただきましたように、まあでも尻上がり的に頑張ってくれたのかな。ビシエドとか。さてこれでリーチかな。日本シリーズの結果、ロッテ3勝。ここまで来るとね、中日ファンは申し訳ないけど本当絶望的だよね。でもまあこっからもね、ひっくり返した時とかありますからね。3立てされて、高級車乗り回しましょう。高級会社、イエーイ、いきなりぶつけんなよ。だいたいね、車を変えるとね、その感覚が変わるんでね、車幅とかの車庫入れとかが危険ですよね。でやっぱりね、小さいコンパクトのね、軽の方が乗りやすいっすよね、でっかい車より。いや、乗りやすいっていうか車庫入れをしやすいのか。乗りやすいのはでっかい車の方が乗りやすいんですよね、やっぱ馬力があった方が。だから遠出するときは馬力のある車の方がいいですけど、まあ、近場で乗るんだったら軽とかの方がいいですね。まあ、今まで乗ってきた感じですけど。おりゃ、ちょっとチェンジアップに合わせた感じには打ったけど、ポテンヒットになったな。まあ、いいバッティングかって言われたら微妙な感じだけど、この負けられない試合に若松を持ってきたってことはいいピッチャーなのか。下に6落ちるからな。勝ち運緩急持ちか。よーし、これは合わせたな、チェンジアップ。さて今日も中日ファンを絶望に叩き落としましょう。おりゃいくか。おー、いったね。あれ、なに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 、絶望に叩き落とされるのはこっちだ。マジか、9点って。ツーシームか。いやー、やられたな。やっぱそういう風に調子に乗ってるとこうなるんだよね。中日ファンが完全に怒りの反撃を繰り出してきたけど、なんだかんだでこの失投は逃さない。おお、この長打はいいね。
さあ続いてくれるかどうか。めっちゃ続いたな。いや凄まじい試合だった今日は。中日の底力を見たよ最後の最後に。6年連続10回目か。凄まじいな。向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりましたマリーンズ、数々の素晴らしい采配でチームを勝利に導きました。お伝えしてまいりました日本シリーズ優勝決定戦はマリーンズ見事日本一の栄冠を手にしています。実況担当は堂前秀夫で QVC マリンフィールドよりお伝えしました。いや今年も無事日本一になれましたね。誕生日を迎える前にケリをつけるっていうかさ、俺の誕生日さ一回も祝ってもらったことないんだけど。あ肩が上がった。マリンズは見事日本一に輝いた。あそうだ、これ毎回毎回監督の恨みを晴らすんだ。塩原さんとか誰くらえ。こっちさあ監督いつもの恨み、よくも俺を7番に下げてくれたな。くらえくわー、目がしみるこの俺を7番に下げた結果だこれが思い知ったか。ほんとひでえやつだよなこいつ。監督の評価が下がった。そりゃそうだろ。もう俺監督に嫌われてんじゃない。実は評価は高いけどさ、試合でさ結果を残してくれるから評価が高いだけであってさ、多分監督俺のこと嫌いだよ。あそうだ帰ってった選手だ。マジで誰もわからん。あナバーロ、ナバーロはナバーロっすよね何言ってんのって感じだけど、ナバーロじゃなくてブレンバだしえナバーロって結構前からいたよね。最初からいた選手じゃなかったっけ。まあいいや。であともうちょっと残ってるっけ誕生日が消されてんだけどひどいな。11月の6まではちょっとやりましょうかねって言っても寝るだけか。もともとが日本シリーズの、おお泉の誕生日だったのでナイスなプレゼントを渡した。大層喜んでもらえたようだ誕生日を祝ったって。なんか内容的に薄いな特に何事もなく終わったっていう。で次が契約更改になって、そう自分の誕生日ここなんだけどね。シーズン中とかに設定した方が良かったかな。まあいいか。はい、というところで、じゃあ今回はちょっと日本シリーズ、でしたのでこれで終了したいと思います。次回はまた、契約更改のところから、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。